はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、マイナーチェンジしたね S660 ですね。いや、今回ね、この新色のグリーンが鮮やかですよね。パッと見ね、このフロントグリルね、こちらもあまり変わらないということで、まあ変える必要がねないですよね。この完成されたデザイン、ちょっとね地味で分かりにくいんですけど、このライトの中、この辺がね、ちょっとデザインが変わってるみたいですね。 LED のライトのデザインが変わっております。で、このフォグランプ、これフォグランプってっていうフォグランプっぽくないフォグランプね、なんか大人しめの小さい3つのね、ライトがついてますね。このライン消せんかったんかな、それかなんか別のユニットが入るんですかね。サイド面もこれホイールが変わってますね。165の 55R15 15インチですね。結構しっかりめのねアルミホイールがついてるんだなという感じしますね。これもねちゃんとダミーエアダクトじゃなくて穴が開いてます。やっぱね、この S660 はこのリアがねかっこいいですよね。いや、この今回のね、この何色、これライムグリーン、なんかものすごい派手に見えますわ。小さいね車なんですけど、大きく見えるような感じがします。で、やっぱね、このここにねちょっとチラ見するホンダのマーク、かっこいいですよね。まあ、このライト、この中もデザインが変わったのかな。1枚これアクリルの中に、若干ね、エンジンの中が見えるような見えないような、これアクリルにエンブレム貼ってるんですね。なんか宙に置いたような感じがします。よいしょ。うわ、狭い。これやっぱね、私ちょっと体が大きいんでね、お邪魔します。これ、扉がやっぱちゃいますね、軽なのに。座高が高いんでね、ここギリですよ。まあでも乗れんことはない。やっぱね、この S660 このメーターがねかっこいいなと思います。センターにねデジタルで、周りにアナログのタコメーターがついてるんですよね。ハンドル肌触りええわ。これひょっとしてアルタンなんちゃらいうやつ、これアルタンなんちゃらいうやつやな。これこうカーボン調の、あ、ハンドル変わってるわ今回。シフトノブも変わっとる。アルタンなんちゃら。これチタン、あ、これ上だけチタンかな。これブーツのところはこんなんやったような気がする。シートもね、なんかこんなセンターにラインあったかな。あったかな、どうやったかな。あれ、こんなとこに、ナビついたっけ、これどうやってついてんのこれ。あ、ナビこんな感じでついてるんですね。ちゃんとした大人になります。いや、 S660 買うたびにちゃんとした大人になります。なれるかな、もう46歳やけど。こんなガレージあったらいいなということでね、この後ろにね、あの前のビート置いてますよね。よっぽど S6 マニアという感じかな。タイヤとかね、工具箱とか、あの辺燃えるわ。はい、いかがですかね、マイナーチェンジした S660。 いや、なかなかね今回のカラーリングいいなと思いました。やっぱ運転席がね、だいぶ高級感も上がったなという感じしましたね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで新しくなった S660 でした。じゃあね、バーイ。